ね、ジュンさん、はい、あの、のぶちゃんの雰囲気はちょっとあった、うん、うん、髪の毛も、はい、そうなんです、出しなんで少し、うん、それなんか体もね、バッと締まったような感じがする本当そんな感じでも恐れてきたような感じ今日はね、のぶちゃん、はい、素敵なのがやっていただきましたあの実はですね、直子ちゃんが、まあ、デビューするときにですね、下宿していた隣のおばさまでございますね、松田ひろみさんです。どうも。あの直子ちゃんはね、いつもあのいろいろ起こし役になったりとかね、それでいろいろ面倒見てくださったんですよね。ありがとうございます。そうです、お食事会でね、してあげたんです、ね、一緒にしたり、ね、疲れてきたでしょうね、一人で寂しかったんですよね。そうですね、だから夜の中3人が一緒にお食事会でしても、ね、何どうだった何が嬉しかった思います、まあ、いっぱいあるよね、うん、もう本当にデビューの時ずっと、うんお世話になったんです。すいません。とにかく寝起きがすごい悪いらしいですね。本当に。口あれ、わーって言われることはませんけど、とにかくね、松田さんがいなかったら、ちゃんと仕事に間に合わなかったということです。いや、なおかん、そういうことですね。まあ、そういうわけでね。でも、こうやって活躍してますしね。本当、元気そう。テレビでもいつも見てますので。じゃあ、あのね、あのおばちゃまの前で、ちゃんと元気に、はい、今日もね。新しい曲ですね。一緒に聴いてみましょう、ね、一緒に聴いてあげてください、ね、でも少し痩せてそうですね、うん、何よりお痩せになったことですね、はい、そうでしたか、はい、それでは直子ちゃんの新曲です。エスカレーションどうぞ。